森田のいいプレイ。森田めっちゃ可愛い。森田はとても可愛い。森田は最高だな。あはは。森田が嬉しそう。めちゃ可愛い。森田はエースだ。なんて選手だよ。森田の素晴らしい試合、どこにでもいる。感動した。森田は確実に一流だ。ピッチ上のベストプレイヤー、森田、マンオブザマッチ。間違いなくマンオブザマッチ。この最初のゴールは、森田がたくさん決めるうちの一つかもしれないね。素晴らしいパフォーマンス。君は一流だよ。たくさんのゴールのうちの一つだよ。森田は数字だけでなく、試合内容を考慮して、この試合のマンオブザマッチに選ばれたんだ。森田は試合を作る、単純だがいつも賢い決断をし、とてもうまくスペースを見つける。森田が、みんなありがとう、って。スポルティングさん、ジル・ビセンテ、次戦以降も連勝して、優勝争いに正常に戻ることを、期待している。森田、マンオブザマッチ、チャンピオンズリーグでは、マルセイユ戦で全力を尽くす。頑張れスポルティング。森田は良い選手で良い人間で、可愛いから、ずっとうちに留めておくことは、できないよね。ポルトガルでは、スポルティングがジル・ビセンテを、3-1 で破った。この試合でゴールとアシストを決めた、日本のミッドフィルダーの森田が、スターオブザマッチに選ばれた。エジプトから愛してるよ。好きだよ。森田を小さい箱に入れてが痛い。